こんにちは、プレミアムニート中手川純一です。プレミアム東京百景第2回は、電車と桜というテーマでお送りしたいと思います。こちらですね、五反田駅近くの川の上にかかっている橋から今、お送りしておりますが、こちらですね、こちら見ていただきますと JR の電車が走っております。そして、こちらを見ていただきますと、東急の五反田の駅が上の方にあります。こちらはですね、小津安二郎監督の映画にも登場したという駅になります。で、桜がこちらにあって、こちら側にも桜があります。つまり、電車を見ながら桜も同時に楽しめるという場所になっております。ぜひ一度ですね、皆さんも見ていただいてはいかがでしょうか。あとお腹空いた場合ですね、こちらに道の方に、お肉屋さんがやってる惣菜屋さんですねがありまして、川の向こう側には、美味しいラーメン屋さんもありますので、お腹が空いたでも大丈夫という形になっております。結構桜の名所っていうのは、いくつもあるんですけども、こちらの魅力はすぐ間近ですね。もう手を伸ばせば東京のところに桜が見られるというのがポイントになっております。ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。それではまた。